レンズ .com。 皆さんこんにちは、臼杵亮介です。ジャングルフレンズのお店をご紹介するこのコーナー、今日私は豊岡市元町に来ています。本日ご紹介させていただくのは太田ユニフォームセンターさんです。本日お話をしてくださる方、どうぞ自己紹介の方をお願いいたします。皆さんこんにちは、太田ユニフォームセンターの店主をしております太田博明と申します。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。元気発信ステーション太田ユニフォームセンターさんということでね、本当にいろんな活動をされている、太田さんなんですけども、まずはお店のご紹介から、していただこうかなと思うんですけども、はい。太田ユニフォームセンターさん、どんなものを、やられてるんでしょうか。はい。主に仕事の時に、まあ、着ていただくような、制服とか作業服とか、まあ、ユニフォームですね、そういうものを小売り販売をしております。で、まあ、服だけではなくって、例えば頭にかぶるヘルメットですとかね、あと手にはめるこう軍手だとかゴム手袋だとか、まあ、長靴も履いたりとかですね、頭のてっぺんからつま先までいろいろと仕事にかかるようなものを販売をしております。作業される方すべてのコーディネートをされるということを伺っているんですけれども、はい、そうですね、はい。それからですね、これからこの春、まあ、4月から、うん、間近に近づいているんですけれども、はい、衣替えシーズンに合わせて、いろいろその、展開も考えてらっしゃるんですか。そうですね、まあ、仕事に関わる、商売ですから、やっぱり季節の変わり目というのが一つ の、 ビジネスチャンスになるということで、まあ、今ちょうど、3月から4月ですので、まあ、入学とか進学とかそういうことに合わせまして、まあ、新しく、春夏物の作業着を着られたりとかいうところに対するアピールなんか今からさせていただくということですね。なるほど。はい、やっぱり3月4月っていうね、その季節の変わり目には割と皆様そういう服の方も変えられたりという方が結構いらっしゃるので、はい、そういうご提案をさせていただいております。もう実際にこのお店に来てこういう形なんだけども、何かいい方法ないかなって伺うとご提案もしていただけると。そうですね、はい。まあ、仕事用のそのいろいろとその取り扱っているメーカーのカタログを見ていただいたりとか、でもちろんお問い合わせいただきましたら、まあ、豊岡はもちろんですけれども、まあ、田島一円どこでも足を運ばせていただきたいと思います。そうですか、はい。そして、制服お下がりの会という活動もされているんですよね。はい。制服お下がりの会はね、3年ぐらい前かな、始めまして、これ、まあ、あんまりこうたくさんのどこ扱いはできないですけれども、今、このお店が豊岡市内ですね、旧豊岡市の中心地市街地にありますもんで、豊岡市内の中心の小学校ですとか、あと中学校 の、 制服でもう使われなくなったいわゆるお下がりの制服を、安い価格で買い取らせていただいて、またさらにそれをちょっとクリーニングしたりほつれたところを直させていただいて、まあ、さらにまた安価で安いお値段で、それを欲しい方にお渡しするというそのお下がりの買い取りをちょっと始めましてね、それがちょっとまあぼちぼちと広まりつつあるというところですね。これもお話伺うといいアイディアだなと思いますね。そうですね、僕らもこれやり始めて分かったんですけども、その日だけとかその期間だけとか制服を着せないといけないとか、サイズがちょっと小さくなったんでっていう、その限定期間限定で欲しいという方が結構いらっしゃる、はいはい、そういう方にねものすごくこう重宝されるようなシステムなんですね。そうですよね、はい、だから知り合いがたくさんいらっしゃったりとか、そうもう本当にそもそも知り合いの方で共有されている制服とかそういう情報を共有されている方は、まあ、そういう中でされますけども、そういうものがなくって、ちょっとなんか中学校や小学校の制服をお探しの方なんかはよくねお問い合わせをいただきます。はい、先ほどおっしゃったようにその卒業まであとちょっとで、はい、もう卒業なんだけどもサイズが少しちょっときつくなったなっていう時なんか本当いいでしょうね。そうですよね、だからそういうちょっとお困りの時に思い出していただきたいなと思いますね。うん、はい、これは太田さんのところに連絡をさせてもらえれば、はい、いろいろお問い合わせをさせていただけるという。そうです、まあ、太田ユニフォームセンターがやっているものなんですけども、まあ、うちはもともと作業服の店なんで、一応制服お下がりの会というその名前をつけて、はい、うちの店に問い合わせいただいたら対応させていただきます。学校名とそれから、まあ、サイズですね。はい、そうですね、はい、でまずそれが欲しいという方は、どこの学校のどういうサイズが、まあ、男子女子どっちかっていうその辺の詳しいことを教えていただく。であとはこういう制服があるからちょっと引き取ってほしいっていう方はもう直接こちらに来ていただきましたらね、はい、引き取らせていただきますので、ぜひお気軽にお持ちください。いい活動されてるなと思いますね。はい、さあそれから、太田ユニフォームセンターさん独自のオリジナルブランドもなんか作られているということで、はい、
これね、あのきっかけを与えてくれたのがね、あの玄武岩の玄さんなんです。はい。玄武岩の玄さんがちょうどね、これから豊岡市が PR をしていきたいっていう話をちょっとキャッチした時に、なんかうちの扱ってる商品でそういうあの新しいグッズができないかなと思って。で、今まあ、あのメイン商品になっているんですけども、タオルハンカチに玄さんの顔の刺繍を入れて玄さんハンカチっていうのを作ったんです。で、あのうちらっていうのはあんまりそういうなんかそのオリジナル商品を作るようなあの商売してなかった中で。商品を作ったんで、その時にちょっとしたブランド名かなんか考えようということで、まあ、リコモンというブランド名を考えて、リコモン、はい、まあ、これから自分のところでなんか新しい商品を作るときはそのリコモンというのをネーミングつけてどんどん出していこうっていう、そのきっかけを作ってくれたのが原産ハンカチなんですけど、はい、そういうことをもう2年かれこれ2年3年これもやってます ね、 ね、はい、リコモンってこれどういう意味なんでしょうか。これあの、まあ、田島弁でいうところの、まあ、賢い子供みたいな、賢い子供、リコモンだなおめえはみたいな、そういう使い方するんですね。使い方を多分するんですよね。おじいちゃんおばあちゃんね。へえ。利口って意味なんですか。そうです。お利口さんですね。はい。利口もんみたいな。ね。で、いろんなグッズを作られてるということで、はい、どんな具体的にどんな商品があるんでしょうか。ね、原産グッズでいうとね、はい、そのハンカチですよね。うん、あと原産のポロシャツにしろ原産ポロシャツとか、はい、あと前掛けもね、原産の前掛け、自然が好きです。丸源っていうか、まあ、前掛けですよね。そういうものあったりしますし、あと水筒の肩にかける水筒の肩掛けカバーみたいな、まあ、ちょっとしたものなんですけど、うん、まあ、キレとこうミシンと糸で作れるような、ちょっとしたグッズを、今のところは、そこそこと作らせていただいてますね。原産関係としては原産関係プラスアルファですね。他にもありますね。はい、原産もそのリコモンなんで、なるほど、はい、一つの原産含んでのブランドになると、はあ、そういうことですね。いろいろこうそのオリジナルブランドということで大きく羽ばたいていけばいいですよね。まあ、そうなんですけどね、まあまあそれははい、まあ、今後の楽しみにしておきたいなと思います。はい、なるほど、はい、さあいろんな活動をね、本当にこうアイデアマンでいろんなアイデアをね作られて、はい、そして実現されている太田さんなんですけれども、はい、音楽活動も本当に有名でね、いろんなことを、僕もあのこの前、豊岡小学校の金管バンドクラブ、最後ですね、エンディングで歌われたのを見たんですけれども、はい、もう見に来てくださってありがとうございました。歌はうまいし作詞作曲はされるし本当にかなわないなと思って。かなわないとかちょっとそういう考え方ちょっと違いますよ。違いますか。ちょっと違います。違いますか。かなわとかじゃないです。いやいや、もう僕は臼杵さんに追いつけは追い越せで頑張ってますから。もうだいぶ点差がね、もう追いつけないとこまで行ってる感じがするんですよ。僕の方から見上げてる感じがする太田さんなんですけど、はい、まあね、来てもらってありがとうございます。あれはね、2月の23日だったですかね、はい、あの市民プラザの交流サロンで行われるサロンコンサートっていうのに出演させていただいたときに、あの豊川小学校の金管バンドの子供たちと一緒にね、させていただいたり、だからまあ、あの時は僕がこう仕切ったり、まあ、歌も歌わせてもらったりってしたんでね、うん、割とたくさんの方に見ていただきまして、よかったですよね。よかったですね。ありがとうございました、本当に。まああいう活動されてるその太田さんなんですが、カバストマルシェの方でも毎回ご出演をされて、はい、ライブをされているということなんですけど。そうです、はい、まあ、東日本大震災から、まあ丸2年が経ったということで、はい、そのあたりの活動もされてるんでしょうか。そうですね、カバストマルシェとご縁をいただいたのがちょうど本当に2年前、その時はまだカバストマルシェという名前ではなくて、その宵田商店街のカバンストリートで、商店街活性化の策としてね、100円商店街&カロ41という第1回目 の、 その、イベントが行われる時に、うん、なんかちょっとその生の音楽ができないかなっていう、ちょっと僕は隣の商店街っていうか中区商店街で、ああなるほど、はい、はい、隣なんで、お隣さんでちょっとご相談いただいて、いやいやもう自分にできることやれますみたいなことで、ストリートライブみたいなのをさせていただくようにしました。で、その年の3月11日にちょうどその東日本大震災が起こったんで、ちょっと自分たちもなんかできることということで、こう音を出しながら歌を歌いながらちょっと募金をさせていただいたりということもさせてもらってね、あれからまあ2年ということになりますね。はい、今も募金活動をしながらまあ歌を歌われてるということで、はい、そうですね。だから今年がちょうど本当にまだ2年なので、今回もその元々その100円生ジュークボックスっていう名前でやってるんです。だから、リクエストを生でいただいて、そのリクエストを僕がもうジュークボックスになって、そのリクエストに応えるみたいな。だから今回も100円をどんどん入れてもらって、それをまあ募金に変えさせていただきたいなと思ってますね。ねえ、はい、本当にこういろんな意味で地域の人を考えてその、盛り上げていってくださっている太田さんなんですけれども、はい、